立憲民主党の小西洋之議員が追及を続けている放送法の解釈変更をめぐるいわゆる小西文書について、現役弁護士が放送法問題、もし裁判ならどうなるという動画を配信しましたが、その回答があまりに小西議員にとって無慈悲で、国民もその怒声論に拍手喝采のようです。弁護士が語ったその内容やこれまで総務大臣及び総務省から出ている見解などをネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。弁護士の北村春夫氏が自身の YouTube チャンネルを更新し、高市議員放送法問題と題した動画を投稿しました。現在、立憲民主党の小西洋之議員が公表した放送法の政治的公平の解釈変更をめぐる総務省の行政文書、いわゆる小西文書について、高市大臣が捏造だと断定したことで、その審議をめぐり国会が紛糾していますが、この件に対し視聴者から質問です。大多数の国民にとってどうでもいい内容で、国会の時間を使うのってどう思いますか ?8 年前のことを蒸し返す意味って何があるんでしょうか。しかも、それで何か変わったかもよくわからないのです。片や、捏造という、片や信用できないという水かけ論を、これ以上繰り返しても仕方ないので、証人喚問するか、第三者に調査依頼するかしたらいいと思うんですが、難しいんでしょうか。また、高市大臣を自分の身に置き換えてみたのですが、身に覚えのない文章を根拠に誹謗中傷され、反論すると役所に保管されているのだから、内容は間違いない。お前が無実を証明しろと言われた時に、誰がいつ作成したかもわからない文章の真偽をどうやって証明したらいいのでしょうか。もしこれが裁判だったとしたらどうやって証明するんですか。という質問に答えています。まず、北村弁護士は総務省が公表している文章を確認した上で、小西議員が追及している平成27年2月13日の高市大臣レク結果の部分について、総務省が公表している文章を確認した上で、中身の真偽が本当か嘘かは別として、書かれてる内容を総務大臣として、どういうふうにこの放送法、放送法には、その放送事業者は、政治的公平な番組作りをしなきゃいけないという当たり前のことが書かれていますが、その前提として放送事業者は新聞なんかと違って特定の事業者に数少ない免許を与えて、その免許をもらった放送事業者が独占的に放送してるわけなので、いわゆるマスメディアの中でも地上波のテレビ放送っていうのは免許をもらって放送しているので、特に国論を二分するようなことについては、国民がバランスよく判断できるようにするのが、独占的な免許を持っている放送事業者の務めだよということが、放送法には書かれているわけです。とし、その放送法の解釈をめぐって総務大臣として答弁する前提として、レクチャーを受けたということだと思いますが、総務省の官僚とこれまでの見解をざっくばらんにやり取りしている体裁の内容であって、国会での正式な答弁前のざっくばらんな見解のすり合わせの段階のものを取り上げてどうのこうのは、あまりにもレベルが低いなというふうに正直思います。と語っています。その上で、こんなことされたら、今後官僚と大臣が打ち合わせもできなくなる。その前のところでぐちゃぐちゃは、頭おかしいなと思う。小西さんには大変申し訳ないけれども、もっとやるべきことあるだろうというふうに正直思います。野党であっても、日本の国益を考えるならば、
それよりもはるかに重要なというか、やるべきでないことをやって、やるべきことをやらない、そういう政治家に見えてしまいますね。と非難しています。そして、もし、身に覚えのない文章を根拠に誹謗中傷されたことで、裁判になったとしたらについては、訴訟では、まず、文章の作成者が必ず示され、本当か嘘かを判断するには、まずは、その文書の作成者を、証人尋問するということになりますとし、どういう経緯で、どうやって書いてどうなったということを証言してもらう。複数いるならば、全員に証言してもらうケースもあり、尋問して裁判所が判断すると説明し、そもそも、作成者がわからない文章などは、訴訟の当事者が勝手にさっき作ったかもしれないものとして、裁判所は全く信用しない。少なくとも、証拠能力として信用性を認めないと語りました。ニュースを深掘り。というわけで、現役弁護士が放送法問題、もし裁判ならどうなるという動画で、いわゆる小西文書について見解を述べたということでしたね。この放送法の解釈変更をめぐる一連の騒動ですが、3月10日に総務省が放送法の政治的公平性に関する行政文書について調査状況を公表しており、その調査結果では、これまでに発言者や配布先とされる十数人の総務省関係者らから聴取したとし、全48ファイルのうち26ファイルは、同日時点で作成者が確認できていないと明らかになっています。また、磯崎首相補佐官から、放送法の政治的公平性の解釈に関する問い合わせが存在したことも確認したとしましたが、総務省は、磯崎氏からの強要があったとの認識は示されなかったとも指摘しており、内部文書には、14年から15年の当時の磯崎陽介首相補佐官が特定の番組に不満を持ち、総務省に放送法の政治的公平性の解釈を変更するよう迫った経緯も載っています。文書には磯崎氏による15年2月の総務省幹部への俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まない。首が飛ぶぞとの言葉がありましたが、この言動をめぐる文書も作成者が判明していないとされています。また、当時の総務省だった高市早苗経済安全保障省が、法解釈をめぐって安倍晋三元首相と電話協議したとする内容を記載した部分についても、作成者は不明とし、また、総務省は、この部分については、作成の経緯が特に不明だと強調していました。高市大臣にまつわる記述は、紙ベースで、計78枚のうち4枚にありましたが、総務省によると、そのうち、3枚は作成者がわからず、1枚は特定できたということで、その1枚には、2015年2月に、高市氏に、総務省の局長が、放送法の解釈を説明した内容が記されていますが、高市大臣は、9日の衆院本会議で、レクを受けたことはないと話していました。そもそも、松本総務大臣は、放送法の解釈については、私どもとしては、従来の解釈を変えたものではなく、補充性的説明をさせていただき、放送行政を変えたとも認識しておらず、放送関係者にも、そのことを理解いただけると認識していると述べています。また、岸田総理大臣も6日の国会で、放送法の従来の解釈は変わっていないと述べ、報道の自由への介入等の指摘は当たらないと強調していますし、朝日新聞が放送各社に改めて高市答弁に対する受け止め方を聞いてみたという調査報道がなされていたようですが、それによると、NHK とテレビ朝日フジテレビは影響がなかったと回答しており、日テレと TBS、テレ東に関しては影響の有無については、
直接答えていないようで、いずれにせよ影響が出たと認めたものはないと報じていたようです。これらの総務省の調査結果を見ても、小西文書は、ほとんどの文章で作者が不明とされており、仮に、今後、この審議が裁判所に持ち込まれ、法廷闘争になったとしても、北村弁護士が、そもそも作成者がわからない文章などは、訴訟の当事者が、勝手にさっき作ったかもしれないものとして、裁判所は全く信用しない、少なくとも、証拠能力として信用性を認めない。と指摘しているように、小西議員に勝訴の目がないことが断言されています。今回の騒動、小西議員がだいぶ追い詰められてきたような感じがしてきていますが、最近では小西議員が内部文書をどのような経緯で入手したのかが焦点になってきており、政治家女子48党の浜田聡政策調査会長が参議院総務委員会で答弁に立ち、共産党の宮本武史議員が行った質疑、この文書はどのような形で保存されていたのかという質問に対し、総務省側が総務省で電子的に保存されていた。確認した結果、行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでした。という答弁のやり取りを踏まえ、質問ではないとしながらも、行政文書ファイル管理簿に記載がなかった。小西議員の第一級の行政文書と齟齬がある。管理簿にないものが、どういう経緯で小西議員に渡ったのかも不思議。今回の件では、総務省による国家公務員法の守秘義務違反、秘密漏洩、偽造文書作成等の法律違反の可能性も考えられる。と発言しています。また、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士も、刑事告発があれば、特捜部が担当する政治案件になる。特捜も推移を見守っているだろう。内容が事実なら、国家公務員法違反などに該当する秘密漏洩かの判断が焦点だと指摘し、学者の池田信夫氏も、過去の西山事件の最高裁判決もあり、公表した小西も、逮捕の可能性もあると語っています。もはや、様々な部分で外堀が埋められてきており、さらに法的な責任も問われそうで、完全に追い詰められてきた小西議員ですが、ここで、高市大臣が、捏造であるとの決定的な理由を証拠とともに突きつければ、完全に積んだ状態となり、その議員の立場どころか、犯罪者と呼ばれることとなり、ひいては、立憲民主党の存在さえも吹っ飛んでしまう事態になりかねませんね。今後の成り行きから、さらに目が離せませんが、同時に、一刻も早く、国会の正常化を望んでいます。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。だからこそ野党は、証人喚問をやらないし、憲法違反だと言っても刑事告訴も、裁判も起こさない。それをやってしまうと、自分たちの首を絞めることになってしまうから。裁判所だけでなく、一般的な企業でもそうですよ。そんな会議録作って報告したら、上司の指導力が問われて上層部に呼び出し食らうレベル。作成者を呼ばない。レク参加者も呼ばない。高市氏には発言させない。立憲も無理筋なのは分かっててやってる。でも、これをうまく切り取って高市氏を悪いように国民に伝えるメディアがあるんよな。明らかに悪意がある。これ私も見ました。思わず声を上げて笑っちゃいました。当然じゃん。すげえわかりやすくて、立憲の無能っぷりもすげえわかる。出どころ不明の文書を国会で取り上げたことが間違い。違法に入手した文書には証拠能力がない。
まず、小西に入手経路を尋問することが第一歩だ。なんせ、嘘でもいいから、の小西だからな。直球すぎる。似た似た小西、終了。それなんですよね。どうやったら証明できるのか、小西さんに聞きたい。というか、常識で考えたらそうするのが当然。なのに、いつまでも呼ばず論点をずらし続け、挙句の果てには人格を批判して謎の勝利宣言。何より、公正公平であるべき存在が立場放棄したからね、敬愛の精神とか言ったのに。まあ、普通に考えたらそうですよね。普通の考えを無視して、ゴリ押し恫喝が小西さんのやってることですね。この無理筋が、国権の最高機関たる国会で行われている事実。まともな思考回路の持ち主なら、憤慨し批判して当然だろう。仕掛けた人間、相乗りした人間を絶対に許してはならない。小西さんが勝手に作成した可能性があるので、裁判所は小西議員を証人尋問させることになる。本人が誰からもらったか話さなければ、小西さんが勝手に作成したとみなさざるを得ない。また、提供者を特定できなくても、取扱厳重注意の行政文書を持っているのだから、そそのかしの罪には問える。この一連の事件が、高市疑惑でなく小西文書と言われている理由だな。臭いのは高市ではなく小西だ。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？北村弁護士の、作成者が明確でないので、議論に値しないという当たり前の見解は、小西議員にとどめを刺す決定打で気持ちいいですね。立憲民主党は、相変わらず辞任させたら勝ちみたいなことばかりやっているので、信用されないですし、政権担当能力を信頼されない。こんないい加減な証拠文書で、国民の血税を無駄遣いして、国会で魔女裁判をする小西議員と民主党こそ、万死に値するのではないでしょうか。というか、小西議員をはじめとした立憲民主党の方々は、国会でそんなことしてる場合ではないはずです。もう少し優先順位というものを考えてほしいですよね。日本が国難だという自覚はないのでしょうか。それとも混乱させるようにしているのでしょうか。もう、他国のスパイであると言われても仕方がない。そう思っているのは私だけではないはずですよね。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。